はい、それではスマイル実況解説、管理人のドメスと申します。そして今回ね、この方を呼びしております。パチパチパチ、こんばんは、ガヤ担当のピッピちゃんです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日はケビに決めたってさっきしか言わなかったんですね。ちょっと迷いがありましたよね。終わったんかと思ってました。なるほどですね。迷いがある感じになっておりました。2回目で。なるほどね。今ね、今キル起きましたね。ネメシスドロップ選手のね、ブルーチームがね、先にキルとなりましたね。ネメシスドロップ選手のジャングルとなってます。そしてミッドレーナーがゼッペリム選手が、118レベルなんですよね。ミッドレーダートですね。そしてここでサトリン選手綺麗になりました。ナイスキル、ケプリ。これね、僕の予想としてはネットチームがね勝つんじゃないかなと予想してるんですけども、ここでケプリが掴んできます。なんか優勢取れてるのがブルーチームですよね。はい、ネットチームのヘイマーカー選手どこのレーンでしょうか。おっと、先にやられてしまったのはヘイマーカー選手のウル。そうですね。サトリン選手、マジですか。エキュキサラ選手とヘイマーカー選手のこのコンビが最初にキル取られたのはでかいですね。そうですね、うん、ヘイマーカー選手はすごいガンガン攻めるタイプの選手なので、掴んでいった。うわー、すごい、素晴らしいキルだ。ナオベ選手、ナイスキル。ダンサフロー、人狼選手似てますね。そうですね、なんかちょっと似てるところあるなと思っていたんですけども、どうでしょうか。取りました。ヘイマーカー選手のウルもねちょっときついでしょう。当てていく。サトリン選手のケプリサポがねいい感じに味出してちゃんと掴んできますからね。そして今日ランクしたんですけども、ケプリのピック率多かったですね。ゲブも多かったんですけども、何か強くなったからですか。ちょっと僕もねアップで解説してるけど理由がわくわからないんでね、分かる方いたら教えていただきたいです。おーっと掴んでいく。斧を外しましたが、ここで氷点の餌食に。ノノマナのダンザブロ大丈夫でしょうか。ウルが打ちをかけようとしておりますが、アーチャーミニオンに遮られます。あ、そういえばサポート枠か。ジャンプ、アコースを外した。あー、削っていくか。マジックシェル、ここで前に入っていくのは、あー惜しい、惜しかったですね。サポートがユキクサラ選手ですね。あー、2ケなんですね。そうですね。ここでドルフ選手キルがね2キル目となっております。ミッドレーナー、対戦相手のミッドレーナーが、グラトコ選手、今回初参加になっておりますね。おー、ここで2レスですか。ポケモンユナイトを少しやっていたということで、コンクエストはねあまりされていないような感じだったんですけども、今日一緒にアリーナした時にめちゃくちゃ強かったんですよね。そうなんですね。すごいセンスを感じました。楽しみですね。あ、まだ2列ですから、ここからですからね。はい、対戦相手のゼッペルン選手は ADC 専門なんですけども、今回見るのがトートミッドなんでね、今回は見てるの初めてですね。前に見ましたけど、エイムがすごいので、エイムがすごいんですよ、この方。めちゃくちゃ強かったですよ。それレナはモッチビノス選手、ここでウルト入りましたけども、どうでしょうか。大丈夫ですね。対戦相手のアレスがですね、コマゴムのお友達の韓国の方ということでね、もう練りに練り上げた方なんですね。レベルが69だったかな。ここでドロップ選手のキルです。ドロップ選手3キル目となっております。ナイスキル。いいですね。そして、ネットチームのジャングルがですね、こちら、カーリー、ゴー様2700選手のカーリーとなっております。ダッシュからのルート決まるか。惜しい。かなりアグレッシブにね、プレッシャーをかけているので、まあ、対戦相手のカーリーもね、ちょっときついんじゃないかなと思われます。ここでね、まあ、流れを作ってほしいのはディオレーンですね。ここディオレーンも抑えてしまっているんですけども、1レスウール、ヘイマーカー選手。プレッシャーをかけていく。持ってますからね。持ってますからね。ネットチームが。いや、このサトリン選手はもう鉄壁ですけども。アックス当ててくるか。当ててきた。削っていきます。ナイスキル、素晴らしいキルです。 1v1 になったら途端にもう私のもんだと、ね、やんばかりの、PS4 当たるとポロッと死にますね。そうなんですよ。
まあ、彼はもうねガチコンクエストに両足突っ込んでる方なんで、今日このままねスーパーキャリーしていくと予想されますんで、もしかしたら初参加で卒業式かもしれませんね。そうですね、うまいですからね。え、これあの負けたチーム2戦目参加しても OK にしますんで、負けても、そうです、負けた、どうしようかな、いやどうしよう、待てよ、さっき負けたって言ったけどもさ、あの2戦目ってレベル高いんですよね。そうですな、どうしましょうね。でも悔しくて入りたいっていう意思があるんでしたら全然、なるほどね、じゃないですか。ちょっとここでアンケート取りますか。2戦目は勝ったチームの方がそのままに、あの待って、2戦目は1戦目が勝ったチームの方が連戦できる権利を得るのか、それとも負けたチームが、連戦できる権利を得るのか、ちょっとアンケート取らせていただきます。少々お待ちください。これはね悩ましいんだね。待ってくださいね、しばらくお待ちください。新たなアンケート、もう一回いける、はい、アンケートね10分取らせていただきましょう。よろしくお願いいたします。アンケートね今上チャット欄の上でなってますんで、よろしくお願いいたします。ここでドルプ選手のウルト、ネメシスウルト、それに対してアックス当てていきますが、どうでしょうか。かなり激しいプレッシャーを受けている、素晴らしい、あのヘイマーカー選手倒しましたね。そしてソロレーンなんですけども、アレスソロはね渋いですね。王様選手キル取れましたか。カーリー1キル取りましたね。そしてアレスも1キルとなっております。モッチーミロツキ選手の、ムーランなんですけども、現在、1ですとなってますね。ソウルイーター積んで次はマジカルプロテクションといったところです。いや、いやらしいね、あの強い、いつも俺たちが見ているあの強いネメシスですね、この後ろ姿は。はい、ここでジャングルとジャングルが目を合わせます。サポート2系、序盤のプレッシャーが必要です。どうでしょうか、ジャンプして逃げるところをネメシスがダッシュで追いかけるのか、追いかけはせず、カーリーのスタン、まだカーリーの時間帯ではありませんけども大丈夫ですね。ケプリがね見ていますから、ケプリのルートも上がっていますよ。ケプリがねマジックシェルですね、可愛いケプリですね。サトリン選手もね120レベル以下なんでね、参加してくれないかなと思ってたんですけども、ちょうどいいタイミングでしたね。はい、このセッテリム選手のアグレッシブな動きいいですね。ウルなんですけども、ここにワード置きましたね。あのこのフェイマーカー選手がね、5000ピッツのね声優を務め、声優をしてくれてる方ですね。ちょっと噛んでしまいましたけど5000ピッツ、投げると、フェイマーカー選手のね、かっこいい声が聞こえるよと。マジですごいですから、奪っていきましたね、奪ってきましたね。ドループ選手追いかけます。気づいていますね、フェイマーカー選手は。ククルカンに助けを求めに来ました。ククルカンと一緒に、いやこれは引く、いや3対1だ、どうでしょうか。4対1、ここをねフリーパスで通ってきましたね。バックステップ、カリーの位置を見てください。どうでしょうか、ブリンクはなありますね、ブリンクありますけども、ウルトもありますけども、難しいところです。カーリーのウルトがね HP1 を溜まった状態でね、まあ無敵になれるんですよね。まあ CC とかは食らうんで、無敵の最中にねプレイヤーを殺すとね HP 回復というものになってます。アシストでも回復しますね。回復阻害も効くんでね、カーリーの時は。僕もカーリーよく使ってましたけども、ここでキル、ソートのチャージショット。サトリン選手もいいサポートしますね。そう、フロントを作りながら味方を守っていく、このスタイルですよね。惜しいですね。まあケプリのねウルトもね多分上がっていたので、
もう少し時間を作れれば、もしかするとセッペルム選手がダッシュからのコンボを決めてくれる可能性がなかったですね。惜しい。オーディン、アレスの位置です。アレス、ここでごっつんしましたけども、3人を捕まえていく。残るのは誰か。3人全員引っかかりましたね。ウルトです。これは熱いですよ。ランザブローのタルネグ、タルロケット。ランページ。中は入ってないんで、ね、中は入ってなかったですね。ここでニケがフロントに作りながら周りを詰めていきます。どうでしょうか。おー、ここでケプリダウン、ニケダウン、アレスは大丈夫ですね。ブルーチームが2人削られたに対してレッドチームを2人削られてしまいました。ここでウルはねファームしております。このファームでかいですよ。これ12レベルですから、ナオベイ選手のダンザブロが8レベル。この難しいんですよね。ローテーション行って、キルとか絡んでいけばレベル上がるんですけども、絡まなかった場合、対面的と、ね、レベル差がね、またできちゃうんですよね。ここがね、初心者さんがね、よくね、ローテートするんですけども、ミニオン無視してローテートしてしまうんで、レベル差っていうのがやっぱできちゃうしね。やっぱり着実にミニオン勝って、そう、レーンをね、上げていってからの、有利を作ってからのローテーションだと強みは出ますね。ここはその初心者さんとの差ですね。レベルがもう4、5離れてますから。この高レベルの13レベルがね、8レベルのケプリに対してどのくらいダメージを与えていくのか。素晴らしいダメージです。もうジェリーヒンダーノックアップを絡めてきます。ジャンプ、そこからの斧。これですよね。当てていく当てていく。あ、見てください、ミッドレスラー10レベルなんですけども、 ADC が13育ってますね。13はえぐいですね。あれもまた木曜日ガチ勢の人となり得るでしょう。そうですね、明日が楽しみですね。明日が楽しみです。ヘイマーカーさんね、今日ね、スキンもしゲットしたとしてもね、明日ね、参加していただいて構いません。スキン持ってるので、スキン抽選には多分入れないと思いますけど、明日もね、参加してみてください。明日は私の参加はありませんので、ガチコンクエ実況解説となっております。珍しく2日連続のね、実況解説なんでね、最近、初めてです。そう、最近コンクエストばっかり実況、してるんで、アサルトとかもねちょっとやってみたいなと思ってるんで、ワロタスさん、トラさんもいますしね、アサルトもねいつになるか分かりませんけどもね、必ずやりますんで、よろしくお願いします。ひなここさんいらっしゃい。2戦目は多分ね11時20分ぐらいのスタートになると思います。早いもの順で入場するんでね、多分かなり競争率高いんでね、カスタムの画面更新しながら待機してた方がいいですね。この試合終わったらね、クチュルフっていう方が兵立てします。アリーの眼空は刺さるでしょうか、刺さりますでしょうか。いや、大丈夫ですね。モッチー・ミドスキ選手のね、ワードがね、ここにありますから、それに引っかかってましたね。はい。やっぱソロレーナーは本当に眼空に強くなきゃいけないですよね。本当にいいワードです。セッペルム選手、今回のブルーチームが11キルに対してレッドチームが7キルとなってます。グラトコ選手はアリーナでは勢いがあったんですけども、今回のコンクエストは少し失速しているようにも見えますね。ノンデスになっております。初参加のコンクエストもやったことないということなんで、かなりのプレッシャーを受けている。どうもされてますね。されてますね。アックス、ここでウルが来た。ネスウルト、ウルのジャンプは落ちている。ククルカンのウルトが刺さりますが、ネメシスダブルキル、きつい。ここをケプリが引き返す。素晴らしいウルトです。ダウンザグロのタウンロケットはどうでしょうか。これはもう終わった後なんでね、アクション起きないのかなと思われますけども、削りに削っていきます。アレスがここへ登場します。ウルトお兄さんにウルトかかりました。カーリーウルト、そしてドルプ選手ダウン。カーリーがネミシスを倒しました。リンクで突っ込んだんですけどね。アレスですね、先ほどからいいポジションでウルトしてきますね。ですね。アレスなんですけども、ソロレーンで、鎖当てたらすげえ強いんですけども、ミニオンショイとかすごい苦手なんで、
まあ殺す寄りなんでね、ちょっと処理は苦手なんで。あでもすごいすごい削って倒してる。14レベルに対してブルーチームのムーランが13レベルですね。痛い。惜しいですね。こちらもチミョツキ選手なんですけども、スイッチでやられてる方です。いつもありがとうございます。ニケが10レベルに対してケプリが9レベルで、サポートのレベル差はまあ同じですね。はい。ヘイマーカー選手のウルなんですけども16レベル、ナオベ選手は11レベル、5レベル差あれきつい。レーンに行けてないんですよね。やっぱりレーンに行けてないとその分美味しくないんでね、ここでねやっぱ見つかってしまうとどうでしょうか。すごい削られる。そうですね、やはりレーンをしっかり食べていかないとこのような事態になってしまうのが難しいところですね。はい。ウイランが入りますけども、レベルが16レベルのウルがいますからどうでしょうか。痛いですね。もうウルがねラストボスですね。本当にこのウルを止めなければブルーチームの勝機はないでしょう。ミッドレーンはね12レベルククルカーに対してトトは13レベルとなっております。あれちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいよ。アラート流れた？タスケ君の体は私がもらう。ありがとうございます。今あの改めて流したんですけども、みーちゃん気づきました？あ、私配信の音は出してないので分からなかったです、ね、そうか。全ビッツありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ちょっと音がちっちゃかったですね。全然聞こえなかった。いやテストしてよかったですテストしてよかったです。ありがとうございます。ちょっと今のビッツで汗だくになっちゃいました。ありがとうございます。カーリーがね殴ってますね。いいベーシックです。あーニケが素晴らしいウルト入れるにいいですね。はい、もうカーリーの時間はやってきてますね。やってきてます。最初ブルーチームが押していたんですけども、蓋を開けてみるとレッドチームがね15キルという形になってますね。アレスのウルト浄化の弾ないんじゃありました。まあ、この場合ね、ちょっと悩ましいですよね。もし引っ張られた後に、まあ、アレス16なんでね、多分鎖からの嘘を死ぬかもしれないし、もしレベルがアレスより勝っていたのなら、まあ、浄化の弾使わなくても大丈夫なんですけども、今のは使った方が良かったですね。今のはいい浄化です。はい、悩ましいですよね。アレス一人で殺してくるね。力がありますから。そうですね。あそこで一人にウルトを打つっていう選択を取れるのもすごいですね。いや、いい選択でしたね。ネメシスの浄化を落とすっていうのは非常に大事なことですから。現在トップダメージがウル、ヘイマーカー選手はね、12,997 となっております。それに対してブルーチームがセッペリム選手のトトが、11,596 ダメージとなっております。ありがとうございます。じゃあここさんも2戦目で、ね、お待ちしてますから。早いもの順ですけども、いつもは事前募集してるんですけど、今回はスキン配布も絡んでいますんで、ただ集まるということで、募集、事前募集はしておりません。でね、ドメスアリーナバースデートーナメントの YouTube も上がったんでね、まあこういったガチコンの YouTube とかもね、まだ上げていきたいと思っておりますんでね、よろしくお願いします。見てください、カーリーたちがねやってきてますよ。やってきたんですよ、ソロレーンに。アレスがブリンクです。ブリンクウルトはねもう上がってるんですかいやーネメシスをねまた追いかけてますね。どうでしょうか、引っ張られますけどレベル17ですからね。ケプリが10レベルに対して3人に絡めていくアレスのウルト、上官弾を使いましたが2人が引っかかります。ニケが前を入っていきますよ。どうでしょうカーリーウルト、カーリーウルトに対してね、ケプリがウルトをかぶせてくるのは非常に厄介です。うまいですね、サトリー。うまいですね。
いろんな場所で戦闘が起きておりますけども、モッチー・ミョツ選手のムーラン、ちょっときつそうだ。どうだどうだ、アックスがミヨに包まれてしまいましたけども、ヘイマーカー選手のキルとなります。ラインを一応かけようとしている。痛い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 、これはブルーストーン。いや、これブルーストーンじゃない、これですね、ブンバオならですね、普通にあれで削れたんですね。ちょっと一瞬残ったように見えたんですけど、そうですね、うん、なんかどこで行きましたね、見えたんですけども、はい、痛いですね。ヘイマーカー選手、これはやばいキャリーしております。現在レベル19レベルになってますね。ウルがレベル19、ビッグボスですね。ビッグボス、メタルギアのビッグボス強いですね。スキン持ってないですね。PS4 から PC に移行された方はね、アカウント引き継げないんでね、スキンとかも初期化になってしまうんですよ。ちょっと悲しいですよね。現在、いまだにですね、レッドチームが優勢ですね。ブルーチームが47,074 ゴールドに対し、レッドチームが 53,000 ゴールドですね。お買いの差ってのはでかいですからね。そうですね。ビルド1個分違いますからね、こんなに差がついてると。ナオベ選手どうですか、ちょっとリスにいる時間がちょっと長いですね。買い物急げ、ショッピングは早めに。おっと、まだ止まって。あ、いやいや、可愛いですね。お買い物ですね。悩みますよね、こういうのが可愛いですよ。ゴッド神ビルダーってあるんでね、おーっと、ここがいいとこ掴んだんじゃないですか。ナイススキル、うわーです。ブルがね、ガンガン入ってきますね。フロントのように入ってきますけどね。いやー痛い。そうなんですよね、痛い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 。どうでしょうか、逃げ切りましたね。ランザブロタルロケットしてもちょっと止められるぐらいですけども、どうでしょうか。いや、レッドチームの勢いが止まらない、勢いが止まらない、勢いが止まらない。タルタル気に入ックス、ムーラン前入りましたね。カーリーが抑えます。カーリーのダメージも痛いですよ。16レベルに対してカーリーが18レベル。ナイスキル、やっぱりサトリン選手。ブルーチーム押し込んでいますけど、ここでアレス登場、視点のはまだまだ続く。アレスがね、ウルトしたそうに見ておりますね。ここからね、どうなるか。アレスのブリンクからのウルト入りますから、2人に掴んできました。タヌキのビーズは使いましたね。サトリン選手、マジックシールを吐きます。アックス、アックス当たらず。カーリーが、カーリーが、カーリーが、カーリーが強い。ナイススキル、ゴーサマ選手、カーリーです。いいですね、流れが掴んでおります。レッドチームね、やっぱ流れ掴んでますね。本当に純粋に5対5したときにやっぱり強いですね、レッドチーム。そうですね。あ、そういえば10分経ったかもしれないですね。アンケートの方どうなったでしょうか。あれ、アンケートどうなった。アンケートは、はい、負けた方がもう1回に2票で、勝った方は0票でしたね、はい、あ、なるほどですね、ありがとうございます。じゃあ、負けた方が、連戦できるということでよろしくお願いいたします。時刻は24分になっております。次の試合がね、11時頃って予定だったんですけども、ちょっと試合長引きそうなんで、試合開始がだいたい11時20分頃ぐらいかなと予想されます。よろしくお願いいたします。長メタビルドなんですね。ヨメゴムの友達ってことはプロゲーマーかもしれないですね。アレスも本当に上手ですね。タイムドケット、そうですね、ちょっとナオメ選手ね、ミニオン取りこぼしまくってますね。やっぱり自分のレーンはここだってことでね、がっちり食べていかないとレベル差は埋まらないんでね、もしここにいたらもしかしたらね、土器がね、守れた可能性があったかもしれないですね。頑張ってください。はい、サスケくんはあざしのものよ。皆さんこんばんは。暑い、めちゃくちゃ暑い、暑い。こんばんは。こんばんは。水飲ましていただいてます。マジで暑い。ちょっと扉開けてこようかな、暑すぎて。
だ。セブンロカーファー。チリですね。世界でますか。レッドチームは20レベルの方がちらほらいらっしゃいますね。いやそうですね。やっぱここでね、やっぱり差がついてくるのがレベルなんですよね。グラトコ選手キルです。グラトコ選手ね、はい、2キル6レスとなっております。チームの勢い止まらないですね。しかもあの鬼ゴールドフューリー進んでますから難しいですね。難しいですね。そうですね、鬼ゴールドフューリー進んでるんで、レッドチームはこのまま勢い乗っていきたいところです。そうですね。ミニオンが気になりますね。鬼が気になりますね。はい、気になるお年頃です。鬼が気になります。レッドチームマジで流れ掴んでますね。あのこのスカイ選手もね、あのレベル69なんですけども、まあ、コンクエスト専門でやられてるような感じはしますね。ですな、初心者ってことで言ってたんで、間違いなくレベル相応の初心者ですけども、コンクエストプレイしてる回数、まあパーセンテージというのが間違いますね。うん、慣れていますね。はい。でね、冷静ですしね。スローレーンってガーディアンで入るのってやっぱ序盤きついんだけど、後輩になった時、ウォーリアーよりガーディアンするのが強いんですよ。めちゃくちゃ助かりますから。でも、ガーディアン本当序盤がきつい。でもそこをね、なんとかね、耐え忍んでいたのはでかいですね。ミニオン勝利とかもめちゃ遅いじゃないですか。でも、チームファイトが本当に強い。はい。27分で FG ですね。チームの FG が渡りました。クラトコ選手はね、まあ、コンクエスト初参加ということなんで、頑張ってほしいですね。そうですね。あ、異物一つ変えてないですね。まだ悩んでらっしゃるのかもしれない、ね、悩んでらっしゃるのかもしれない。自動購入ではないのかな、異物は。みたいですね。うん。いいですね、プレッシャーをかけます。ブリンクからの 2K、 この後ジャンプも残ってますから、ジャンプでさらにフロント前線を掴んでいくといったところでしょうか。いや、 2K は引いていきます。タワーですね。スローレーンやり合っておりますけども、どうでしょうか。これはきつい。アレスの鎖はきついですね。ウルトはあるのか。ウルトを使いました。ダンザムに対してウルト、 2K のウルトが炸裂しております。ニケね、めちゃくちゃタワー受けてるんですけど、見てください、 HP 全然削れないんですよ。ネイマーカー選手の画面です。確実にタワーを追っていく。そして ABC でありながら前も張っていきます。サトリン選手がすごくアピールされてましたよ。いや、サトリン選手はね、神ケプリですから。まずはここで、調子はこかないで、僕だったら調子こいてタイタンにやられちゃいますけども、確実にタワーを追っていくという選択肢になりましたね。安定しております。みんなが見ていますよ。ドルプ選手のネメシス、アレスに対して、ナイスキルですね。サンダーを当てていく。サンダーを当てるが味方がいない。削りますね。カーリーキル、クルカンキル、ネメシスキル、ネメシスダブルキル、トトのキルです。3対1に追い込まれたウルですけども、ここでちょっとステーシスモードしばらくお待ちください。よし、動きましたね。ネジバフ持ちを倒していけば、攻めていく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 、ダーン。ザツク選手のニューランナイスピール、惜しかったですね。そうですね。皆さんできますか、あんな3対1になって。普通だったら逃げてしまいますよね。はい、あそこでいけるっていうのはもうね、ガチコンクエストでいらっしゃい。そうですね、ヘイマーカー選手が下がってるとこ見たことないですよ。そうなんですよ。あそこでいけるってやっぱかっこいいですよね。はい、死ぬんだったらね、一人道連れにしてやろうという気迫を感じられました。そうですね、素晴らしいです。はい、こんばんは。イブス自動じゃないんだ。
ゆきさんこんばんは。2戦目ね、この試合終わった後にやるんでね、もしよかったらお待ちしてます。スキン配布ありますから。フルターン大事ですね。ブルーチームがゴールドフューリー、プライマリーフューリー倒しました。プライマリーフューリー倒すとボスに与えるダメージがアップしますね。なのでブルーチームの方が FC 倒すのに少し有利になります。まあね、もう経験値も美味しいですね。キルス蓋を開けてみると20対25で、まあね、あの縮まってはいないけども、ブルーチームの不利な状況はまだ続きますね。はーい、レイシスモードですね。少々お待ちください。ここからブルーチームが勝つためにはどう動けばいいんでしょうか。はい、ここから勝つにはですね、あのエンハンス FG を取ればいいですね。なるほど。30分時刻過ぎてるんで、この FG レッドチーム取ったらもうとどめ刺されたようなもんです。ここでブルーチームがこのエンハンス FC 取ることに成功した場合、はい、ブルーチームが勝つ可能性がぐんと出てきます。でもしね、これスティールするんだったらね、スローレーナーかジャングルがどっちかが行くしかないですね。他の人たちはミッドフェニックスか、ライトフェニックスが守らなきゃいけないんで、でもレッドチームはレッドチームでここでね、防御の陣を組みますから、はい、まあ奪うのはね、った方が勝ちですからね。そう、奪うんだったらもうソロレーナーとアサシンに任せるしかないですね。あとダンザブローも今レベル確認しますけど、レベル20ですけども、まあダンザブローを失ってしまうのはリスク高いんでね、やっぱソロレーナーに任せるかってところですけども、まあ選択肢の一つとしてはもう完全に FG を渡して防衛に徹底する、5対5の状況を作って超えた相手を倒すって選択肢に今ブルーチームになりましたね。もうこれはね、間に合えばいいんですけどね。頑張って、いけるか。いやー、いけないですよね。まあ、犠牲はソロレーンだけにしといて、はい、そうですね、時間は使っていただいて、ね、これ以上ここで手出してしまうとブルーチーム完全に負けになってしまうんで気をつけてください。ここでいった、どうだ、いけるか、誰か一人でもいければ。あー、残念です。すごい減る。これがエンハンス FC の力ですからね。そうですね、これで GG ですね。これで GG です。ここから勝つのはもう不可能に近いですね。これがね、これがね、パウルでもこれは厳しいですね。終わり、リコールしていきたいところですよ。リコールしていきたい。もう流れ込んでいきますから。流れ込んでくるレッドチームってところですね。昨日のアリーナトップ5。帰りたいですよ、ナベさん。ナベさん、帰りたいですよ。帰りたいですよ。サルロケット、時すでに遅し。このままブルーチームが勝ってしまうのか。いや、決着ですね。お疲れ様です。ブルーチーム、失礼しました。ブルーチームじゃなくてレッドチームですね。失礼しました。レッドチームが28キル33分18秒を持ちまして、勝利と。待たせたな、ビッツ。ありがとう。ありがとうございます、5000ビッツ。しかもめちゃくちゃいいところ行ったんだけど。どう、音まだちっちゃかった。まだちょっとちっちゃい感じするな。ありがとうございます、ケティルさん。5000ビッツ、1000ビッツ、ありがとうございます。 Thank you so much。 ありがとうございます。ブルーチームトップキル、ネメシス、ドルプ選手11キル、レッドチーム8キル、ヘイマーカー選手のウルが8キルトップキルとなっております。ダメージ見るとこのような感じになっております。ブルーチームトップダメージ3755、ツェッペルム選手のトト、トップダメージ、レッドチームがヘイマーカー11選手のウルが29474でトップダメージとなっております。ありがとうございました。スマイト日本アマテラスでは毎週月曜から木曜日10時10分から生配信してます。初心者さんからグランドマスターズまで幅広く活動中。その他にも日本人ディスコードやスマイト最新情報ブログのチェックもお忘れなく。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあ、またな。